割と新しい足跡だな。定期的な足跡だな。以前も同じような位置にあった。どっかにあるんだな、ネアというか。居座ってる場所が。これウサギだな。ここウサギいるのか。これ2本足で綺麗に着地してるんですよ。ほぼ前足と後ろ足が一緒になってます。でピョン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 飛んでますね。しかも新しい、昨日今日のものか。昨日のものかな。今朝か昨日の夜か、だいたいそれぐらいの足跡になると思います。新設のね、上をちょうど走ってますんで。ウサギいるんだね。いや、いないと思ってた。そうか、探す価値ありそうだな。しかし無限に広いからな。いや、無限ではないけど、有限だけど広い、深い。以前からね、構想を練っていたんですけど、これ砂防ダムがあるんですよ。で、これ最後の砂防ダムになります。いくつかあるんですけど、で、この先はもうダムがありません。普通の沢ですね。で、毎回ね、このルートをたどって、実は沢ルートで戻ってくるんですよね。山の上、稜線、尾根沿いを歩いていって、ぐるーっと回ってきて、だいたい3時間、4時間のコースで戻ってくるんですけど、で、毎回ここ通るんで、ちょっと足跡はありますけど、ここをね、休憩所として、ちょっと慣らしておきたいと思います。戻ってきた時にね、休憩するスペースということで。OK、あらかたできました。これあれなんだね、土が、この辺斜面、あれだから、砂防にね、砂防っていうか、沢に土が落ちないように、なんていうんだ、この鉄の、なんていうんだろうね、これ。土砂止めっていうのかな、土砂を止めるやつ。なるべくね。それがあるんですね。ちょうどそれのおかげで、なんかこう、焚き火スペースと、休憩スペースと荷物置き場がうまいことできますね。まあ、あんま大きな焚き火やっちゃったら、これ変形するかもしれないから、あれだけど。それちょっと気をつければいいですね。もうちょっと、こっち側、奥側でやれば、ちょっと、出てきた。これは、笹かな？笹の乾いた枝、結構あったんで、適当にポキポキ折って、それっぽくしてますけど。まあ、後で、少し、ほんの少し火焚いて、なんか焼いてもいいでしょう。少しね、肉持ってきてます。鹿肉ね、ロース肉なんですけど、切れ端があって、ずーっと冷凍してね、ずっとでもないか。1ヶ月も冷凍してないな。まあ、後で、時間あればね、焼いて食ってもいいでしょう。とりあえずは、スペースは確保できたので、山登りますか。軽くね。1時間半ぐらいぐるーって回ってきたらちょうどいいと思います。それぐらいのペースでね、いきます。この辺から取り付いていきます。上までね。ちょっと他はね、なだらかな場所があんまないので、ここが唯一なだらか。斜め、ジグザグに歩きながら登って、右上に進んで、左に尾根沿いを進みます。登ってきてるんだな。交差してる。ここから上だね。まあ、一等分しかないけど、この先ずっと行けばね、いつもそうなんですけど、高確率で鹿に会えます。ただ、まあ、射撃が可能な範囲かどうかっていうのは、その瞬間にならないとわからない。ちなみにこの足跡は新しいです。今日のものですね。で、これ追ってると出会うかもしれません。目の前にいたわ。やっぱ右手に何か動いたなと思ったんだけどね。いや、オスだった。でかい。今ちょっと笛吹いてみたけど、止まるかな。もしかしたら止まってるかもしれない、その辺で。ちょっと笛吹きながら、ゆっくりちょっと足跡を追ってみるかな。どっかで止まる可能性ある。これか、逃げた後。これだ。ここにいたんだ。座ってたんだ、やっぱり。でけえ、襲ってきたな。
着いた。登ったというよりは降りたように見えた。あ、斜めにね。見てみっか、ちょっと。これ、すげえデカジカいるわ。さっきのやつかな。糞の量もすごいけど、でけえな。歪みがでかい、まず。やべえな。糞もこれ比較的新しいよね。あ、カチコチに超えちゃってるけど。ついにこの瞬間来た。今、木に隠れてる。銃口の先。ちょっとね、今、木の向こうにいるんだよね。こっち向いてたな。あ、動いたか。ちょっと笛吹こう。来る可能性高いわ。それでこっちは動かないです。木から様子を伺います。ギリッギリ見えてんだよな。こっち向いてんだよな、ずっと。さっきより見やすかったな。角かなり小さい。どうしてもカメラの倍率では不可能なんであれなんですけど。肉眼じゃないや。ジュースコープで見ると、どういう小ささっつうんだろう。二段ぐらいかな。二歳とか若いな。距離にもよるけど、四倍で撃つか。撃つなら。ちょっとずつ近づいてきます。カメラギリギリで回します。木の裏から動かんね。この木の向こうにいるんだよね。で、少し右から来るとちょっと傾けますよ。映るか。耳がギリギリ映ったんだよな、今。あ、見える。これ耳が映ってんの。ごめん、手ぶれがひどくて。のもある、ちっちゃい角だけど。どっち向いてんだわ。木に隠れながら近づいていって撃つかな。撃ち下ろしになるな。かなりいいポイントだ。距離50。若干見えるけど左下に降りてるな。胴体が見える。可能なら首だ。倍率4にしよう。ゆっくりだけどね、動いてる。こっちから動かない方がいいわ。
右上上がった。カメラで映すの難しいかも。木が邪魔だな。でも距離的には膝打ちができる。バッテリーが持てばいいけど。右は木が多くて見えない。左は若干見えるな。もしかしたらカメラならこれギリギリ映ってるかも。私の今、左目がかすかに胴体を捉えてる。カメラなら若干見えてるかもね。こっち向いてる。ゆっくり左に体出して映ってからのこともできるけど。ちょっとね、あ、顔見えた。ちょっと難しいかな。可能なら少しずつ動いてほしいな、向こうが。木に隠れてんだよな。右側ね。左はちょうど胴体見えるんだけど。急には逃げ出さないからもう少し待つか。いやー、撃てねえもんだな。逃げられた。特に反応はなかったんだけど、やっぱ疑問に思って走ったんだな。角が木に当たって落とした、今。残念ながら完全に遠くに行きましたね。オスでしたね。そんなに角小さくなかったな。2か3歳。3歳いってるかもしんないね。3本角だったかも。あ、惜しかった。戻りましょう。ちょっとね、スペース作ったんで、休憩スペースの場所ね、そこまで。よいしょ。沢下って戻ります。白川の樹皮がかなり強力なんでね、内部で熱をね高めてるんで、多分大丈夫だと思います。肉の準備だな。スープと肉を作るか。スープっていうかお湯だけどな。笹の茶葉ぐらいは作れるか。まあ、まずちょっと遠火でゆっくりやっていこう。お茶をね、やっぱ先に作りたいね。水はね、ちょっと時間かかるから、お湯にするまで。ちょっと一個入れとこう。汚れを取るんでね。炭は。結構雪もね、降ってきました。ネギ焦げちゃうからね、ちょっとそこだけ気をつけて。さっきね、遠火でね、じっくり水分飛ばしてるはずなんで、多分これだと、食べられるようになるかな。肉は結構分厚いからな。お茶を飲みましょう。だいぶ暖かくなってますよ。沸騰まではいってないけどね、十分です。笹の茶葉。あ、熱い。まあ、ほのかに笹の香りがするかな。うん。あんまり煮出してないんでね。ああ、でも美味しいわ。あったかいしな。結構暗いな。ネギだけちょっと先に焼けちゃうんで。ネギいただきましょうか。うん、うまっ。
うん。お、見える見える。これ多分肉まだまだなんだよね。ネギでこれだからな。よし、ちょっと食べてみっか。もう見えないと思うけど。あ、食える食える。あ、うまっ。鹿肉うめえな。味付け何もしないですけどね。うん。あ、ちょうどいい。ローストビーフより少し焼けてるかなってくらいだ。うまいうまい。何の味付けもしてないけど、肉の旨味。旨味よ、これ。うまいなぁ。いいね、いいね。なぁ、うまっ。たまらん。Thank you.